ことばかりで見えなかったもの見えるようになって、昔の自分を引きずってばかりで自分には無理だと決めつけていたんだ。大切な人を守ること、愛すること、今の辛いことを噛みしめ生きていれば必ず幸せが訪れるから。頑張ったね、もう我慢しなくていいんだよ、辛いこと吐き出して泣き崩れて、大切な人に自分のありったての気持ちで愛してると伝え